ベンジャミン・サミュエル・ウィリアムズベンジャミン・サミュエル・ウィリアムズは、イギリスの演芸家、著述家である。ランに関する著作、オーキッド・クロワー、エス・マニュアル、セレクト・オーキデシャス・プランツ、オーキッド・アルバム、などの著者である。ハート・フォード・シャーのホッツダンに、庭師の息子に生まれた。14歳から父親に教えられて、庭師の仕事を始めた。17歳から6年間、 他の庭園で働くためにホッツガンの庭園を離れ、チェスナットの園芸賞、アダン・ポールサンなどでも働いた。その後、父親の下で、果実、野菜の管理の責任者となり、ンの収集家として知られる庭園の主人に認められて、ンの育成を任せられた。すぐにその手腕は、評判となり、ロンドンのンの展覧会で優勝し成功したンの育成家となった。 1856年から1861年の間、ロバート・パーカーの下で働いた後、パラダイス園芸で働くようになり、世界各国のランの展示会に出品し多くの賞を受賞した。ジョン・リンドリーの勧めで1851年に初めて著作を始め、植物雑誌、ガーディナーズ・クロニクルにランの栽培に関する連載記事を執筆した。 ラン育成者マニュアルなどを出版し人気を集め、1882年から元、雇い主のロバート・ワーナーと月刊のエイリ雑誌、オーキッド・アルバムを出版した。イギリスに、ランのブームが広い層に広がるのに貢献した。B.S. ウィリアムズは、植物の学名で命名者を示す場合に、ベンジャミン・サミュエル・ウィリアムズを示すのに使われる。ありがとうございます。